こんにちは。はい、ようこそ。いらっしゃいませ。こんにちは。本当にようこそ。ルリコさんが。じゃあ、ルリコリアクションだけにされますか。はい、いいですか。おぉ。見ましたね。おぉ。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日は千葉ですよ。千葉に来ました。あ、ルリコです。何のイメージか。1年ぐらい前に、はい、渋谷の西部にある56さんの取材をさせてもらったと思うんですけど、遊びに来てくださいねって言われて、はい、もう1年ですよ。うん、1年経ちました。そうなんですよ。で、ようやく今日来れました。はい、後ろにお店が、はい、めっちゃおしゃれ。おしゃんだよね、すごい。おしゃれ。バイクのアパレルがあるお店とは思えないぐらいおしゃれです。そういうの好きでしょ。めっちゃ好き。なんで今日は56さんの答えをこの後に聞いてもらいたいと思います。はいはい、行きます。お店はね、モノレールの線路沿いにあります。じゃあ行きましょう。あ、こんにちは。はい、ようこそ。いらっしゃいませ。千葉本店へようこそ。はい、今日はよろしくお願いします。はい、すごい、二人とも慣れてないかな。もう人見知りしてるからね。バレた。ルリコです、お願いします。はい、内原です、よろしくお願いいたします。まずはね、店の中を見させていただいて、はい、そうですね、いろんなアイテム展示してますので、はい、ぐるっとしてみます。はい、ぜひご覧になってください。はい、帽子とかキャップとかバッグもある。小物が結構あるよね。ありますね。お、リゾマだ。大好きじゃん、リゾマ。かっこいい。デート内につけたいんでしょ。つけたい、はい、そうなんです。ちょっといろいろありまして。ね、はい。あ、車両も展示されてるんですね。これが刀か。刀と、あとこっちに XSR。すごい、これでもリボンが身についてるんですね。こっちがウェアですね。いっぱいある。いろんな種類ありますね。はい、この春の新商品みんな、はい、一通り展示しております。はい、なんかこの辺すごい普段着みたいですね。そうですね、オートバイに乗るときはもちろんなんですけど、普段着にも使っていただけるようにデザインとか、うちのブランドのコンセプトにもあるライフイズモーターサイクルっていうところがやっぱりありますので、街乗りから普段着まで幅広いところでね、使っていただけるようなアイテム作りっていうのを行ってます。こっちはめっちゃカジュアル。もう普段着ですよね、これとかね。かわいい、これ。色も好きだし。水色好きだよね。はい、めっちゃいい。56さんといえばデニムですよね。デニムもたくさんある。エドウィンコラボだ ね。でもなんかこのクールとかもうあったかそうなやつもありますね。で、ちゃんとなんかフィッティングルームとかありますかね。試着もできますよ、皆さん。はい、試着したいんだ。したいですよ。この階段はこちらはですね、はい、ここのショールーム、せっかくいらしていただいた皆さんに少しでもこうくつろいでいただけるようにということで、ラウンジスペースをご用意してます。ラウンジ、はい、行ってもいいんですか。ぜひ、はい、ちょっと急なので足元を気をつけてお待ちください。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ようこそいらっしゃいました。ここがラウンジですね。そうなんです。こちらがラウンジになってます。すごいガラス張りでめっちゃなんか明るいところです。ありがとうございます。はい、ここは遠くからこの千葉まで買い物にいらしていただいた方にちょっとそのまま入っていただくんじゃなくて、少しでもゆっくりしていただけるようなスペースになればいいなということで、ちょっとコーヒーとかサービスをしているところになります。外もあるんですか。そうなんです。行っていいんですか。どうぞどうぞ。じゃあ頭上注意。あ、はい、大丈夫です。頭気をつけます、大丈夫です。あ、振りだよ。いや、もうちょっともういいです。もういい。あ、いいですね、あったけー。あ、もうバーベキューしたいね。バーベキューしたい、これここでね、ちょっと浮く吸わないでしょ。こんなショップ、あれのお店なのね。そう、こんなショップないですよね。ないね。だってこの屋根の形見ていただけると分かると思うんですけど、ちょっとなんかこうデザイン系の家です。
ちょっと待って、もうちょっと言い終わる。もうデロンギだよ。じゃあデロンギ。はい、一息。はい、一息。すごいね。ね。ここにもロゴが入ってて。そうなんです。細かいところにも。本当にカフェみたい。クリコでもコーヒーがあまり得意じゃありません、はい、そうなんですよ、ちょっとね、苦手なんですけど、ご安心ください。お茶もご用意していただきました。ありがたい。バイクは駐輪場がお店にあるけど、うん、車の駐車場の料金が激安でびっくりするよね。嘘でしょってぐらい。1日置いて400円とか3時間で300円とか。ゆっくり見てられるよね。うんうんうん。やっぱ車で来てね、それこそお買い物で荷物が増えたらね、車で来てポイって入れて帰れるし、うん、車でも来やすいと思います。なんかまだ発売されていないもので、はい、あのデザインを見せていただけるとお伺いしたんですけど。はい、まあ、毎年作ってるんですけど、はい、T シャツがもう今まさに開発中で、はい、もうこれはいずれ出来上がってくるのでお見せしてもいいかなっていうので、これピストンズ結構人気のあるからなんですけど、で、はい、で、まあうちT シャツなんですけど、ちゃんと型から起こしていて、これはもう今大体型が決まったので、具体的にどうしていくかっていうやつなんですけど、これがまあ今回の一番難しいかなと思ってるところで、どうですかね、パッと見た時に5が見えると思うんですけど、6に切り替わってるように見えませんか？そうですね、はい、ここに、はい、うっすら、うんうん、でこれ、まあ、うち56、56なんで、はいはい、5と6っていうのがなんか1個で表現できないかなってなんかずっと思っていて、最初はパッと見た時に5が飛び込んでくるんですけど、はいはい、よく見るとここにこの1本グレーがいるんで、はいはい、ああこれ5から6に切り替わってるみたいな感じができたらいいなっていうことでちょっとそうにして、まあ、一応こんな感じで、そのバリエーション、はい、カラーバリエーション、これ全部が製品化される可能性もあるわけですね。はい、一応それを目指してはいるんですけど、まあ、先ほど言ったようにそのうまくいかなかった場合っていうのは、まあ、中途半端なものは出せないので、泣く泣くボツにするっていうこともあるんですけど、まあ極力そうならないように、あの僕たちって大体ね本当に1年先のことをやってるんですよ、まるまる。なので今は23年の春物がもう絶賛開発中なんですけど、今年の冬物ってまあ当然これから発売されるんですけど、まあ今まだ最後の段階の制作にあるんですけど、はい、ちょっと皆さんにはお見せできないんですけど、はい、ちょっとルリコさんには特別に、じゃあルリコリアクションだけ抑えますか、はい、いいですか、うん、ちょっとこういう、やっぱり普段着っぽいですね、バイク、バイクっぽくない、それのそれ の, それ の, それの中にこれ、さあそれ、あおしゃれ、おしゃれです、楽しみですね、はい、はい、見に来たらね、ね、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあお待ちかねの試着コーナー。お待ちかねなのこれ。めっちゃ楽しみじゃないですか。ルリちゃんがお待ちかねなんでしょ。そうです、間違いないです。これね、これがさ、ちょっと今まであんまり着たことないパターンなんですけど、これ気になるな。小田さん、はい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 、今日デザイナーさんいるから、すごい、何でも聞けるっていう、はいはい、これなんかポイントとかありますか。こっちジャケットなんですけど、はい、実はちょっと今年の春夏物、はい、で、あのうちの方でニュースタイルっていう形でご提案させていただいてるんですけど、実は中にインナーがついてまして、こっちの方に全部ハットがついてるんですね。あ、すごい、はい、なのでこっちがもうインナーのプロテクトジャケットみたいな風になってるんですよ、はい、ということはバイクに乗るときはこれを着ていただいて、これを着ていただくとバイクウェアになるんですけど、はい、乗らないときはこれを着なければ普段着のアウターにしていただけるっていう、これはもう完全に普段着、じゃーん、着てました。お、いいよ、なんかかわいい、これスポーツっぽいね、うん、今までに着ないようなタイプです。そうだね、ルリちゃん付き合い長いけど、このルリちゃんを初めて見たかもしれない。かわいい。小田さん、はい。ちょっと商品の解説を。限りなく普段着にとはいえですね、ライディングの時に着ていただくものなので、襟の部分はバタつかないようにボタンで留められるようになっていたりとか、
あとちょうど一番下のボタンあたりでちょうどね、はい、タンクに干渉するところなので直接当たらないように隠しボタンにしていたりとか、ちょっとした荷物、携帯とか、うん、とか小銭ぐらいはしまっておくようにこうファスナー入れて中の中に入れてっていうのはあの一応ケアしてます。可愛いね、はい、ちゃんとバイク用なんだね。それとか ね全く見えないですよね。ちょっとアメリカンとか似合いそう。はい、じゃあこのインナーのプロテクターをしたまま今度はこっちを着てみます。あ、ゆりちゃん可愛いです。どんなのってなの。お、可愛い可愛い。ちょっとまた説明してもらいますか、はい、あのまあちょっと先ほどとは打って変わってこう、はい、上から被るタイプのやつなんですけど、一応この首元と脇腹にあのファスナーがついていて、はい、脱ぎ着するときはこのファスナーをこう全部開いていただいて、でまあ着ていただくんですけど、一応ここにあのまあ小物がしまえるようなポケットファスナーのものがあって、一応脇の下にこういうハトメで穴が開いていて、これに通気性の確保と、あとどうしても暑いときは首元を少しこうファスナーを緩めていただいて、ちょっとここら辺をルーズにしていただいて、で後ろにベンチレーション、はい、エアダクトが、はい、ついてるんで、これを開けていただくと多分中で回った風が抜けやすくなるんで。なるほどですね、はい、あともう一個さ、今日もこれすごい普段着っぽいじゃん。せっかくならちょっとデイトナーに合いそうな服をちょっとチョイスしてもらおうか、はい、じゃーん、青い、青い、めっちゃデイトナカラー。どうでしょういいですね。で帽子が白いからデイトナカラーだね。すごいデイトナカラー、動きやすそうだね。めっちゃ着心地いいです、これ。柔らかい。じゃあ、ポイントを。はい。こちらがですね、あの、藤谷さんとコラボさせていただいているジャケットでして、ジャージ素材で、本当に動きやすくて、なんですけど、きちんとあの各所に CE プロテクターが入っていて、肩、肘、背中、で、アプリケーションで胸にもつけることができるんで。で、こう今、こう、はい、プロテクターの、うんはい。続きまして、これからの季節にぴったりのメッシュジャケットもあるということなので、はい、ちょっとメッシュジャケットも行ってみましょう。はい、おー。フルメッシュやね。はい、涼しそう。あの、これも同じく、実際のコラボのやつなんですけど、各所にはチームのパッドが入っていて、うん、もうかなり防御力が高い。あった。うん。で、一応ですね、この真ん中にこうグレーとブルーの帯が入っていると思うんですけど、そこはちょっとナイロンなんですけど、それ以外はもう全部メッシュなんで、かなり風通しがいいって、涼しいって。56さんと櫛谷さんのコラボモデルがさ、いつも人気で速攻売り切れるんだよ。気になった方は即チェック。はい、一番着たかったっていう、はい、パーカーを。だってまず可愛いじゃないですか。めっちゃカジュアルじゃないですか。でもね、これすっごい薄いんですけど、薄くて軽いんですよ。でも防風、うん、はい、こんな感じで。こういうの好き、こういうの好きこういうの好き。でも可愛い、可愛いですよね。帽子と合ってる、うん、おしゃん、おしゃん。どうやったよ、アパレルは。いやー、もうめっちゃいいですね。ちょっと気に入りすぎて。何見てんの。いや、リゾーですよ。実物ってあんま置いてないから、こうやって見るとすごいなって、やっぱ美しいなって。この間ネットで買ったんですよ。へー。はい。なんだけど、本当はそのミラーを買ったんですけど、うん、シルバーが良くて、うん、でもなくて。で、黒を買ったんですよね。まだつけてないんですけどね。あ、そうなの。そうなんです。ないのかな。藤原さん。おい。どうも、内原です。また出てきました。ゆりちゃんがこの間、うん、ネットで、はい、ミズマのミラーのブラックを買ったらしいんですよ。素晴らしい。お値が高い。でも本当はシルバーが欲しかったらしいんですけど、はい、弊社あのリゾマンの総輸入代理店をやってますので。そうなんですね。はい、だからそうなんです。本社になければ、はい、ないってことですね。ないものはイタリアから取り寄せしますけどもね。はい、もちろんあのリゾマン全製品ございますので。そうなんですね、はい、きっとありますよ。本当ですか。はい、見たいです。見たいですか。見たちょっとお見せしてもよろしいですか、ね、ちょっと探してきます、ね、はい、お願いします。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、叩くな叩くな。めっちゃ綺麗、やばい。あ、これが欲しかったの。そうです、あるんだ。
なかったもんね。すごい。やっぱきリゾマってさ、すごいよね。美しいよね。やっと出会いましたね。出会いましたね。お待たせいたしました。ね、なかなかないですもんね。うん、さっきおっしゃられたように、はい、リゾマなかなか現物見れないんだよねっていう声も本当にたくさんいただいてて。はいはいはい、まだまだね、認知も含めてこれからのブランドかもしれない、うん、本当にアンテナの高い方がつけてくださっていて、質感だったりとか、何て言ってもこうドレスアップ性が高いっていうんですかね。ルイコさん、今日デートナでいらっしゃってましたよね。はい、そうです。今日ちょっと特別に取り付けとかしてみます。いいんですか。ニヤニヤしてたよ。ちょっと取り付けてみたりしてみましょうか。お願いします。お時間大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫ですよ。ちょっと高級感やばくない？やばいやばい、初めて運びました。じゃあ、ルミちゃん、はい、取り付けが完了したということで、はい、見に行きますか。はい、行きますか。おかしな人がいるけど。行きます。どうぞ。すごい。どうですか。なにこれ、全然違う。やっぱ、すごい。かっこいい。めちゃめちゃ合いますね、やっぱリゾマ。すごい高級感、超いいですね。うっとりしていただけましたか。うっとりです。いや、すごい。どうすか。いや、ニヤニヤしちゃう。ニヤニヤしちゃう。でも外しますか。もうちょっと。もうちょっと。あ、ちゃんと閉じるんですね。かっこいい、かっこいい、やっぱいいね、リゾマいいよ。うるさいよ。すっごく喜んでもらえて、僕もすごく嬉しいんですけど、この喜びがね、また一人でも多くの方々に伝わるといいななんて、はい、願っちゃいます。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れてないでしょ、今日一日楽しんじゃって。なんだろう、カメラ待ってない時も。今日ちょっとやりすぎじゃない。すいません、ごめんなさい。すごいよ。楽しかったですか。めっちゃ楽しかったです、うん。まあ、大好きなアパレル、はい、そして大好きなリゾマ、はい、何ですか、お腹いっぱいですか。お腹は空いてるんですけど、気持ちはいっぱいです。そんな感じですね、はい。まあ、今じゃあ最後にですね、はい、お店の方に、はい、ちょっと今後の告知などあったら聞いてみましょうか。はい、お疲れ様、お願いします。はい、このゴールデンウィーク期間の前後にですね、博多阪急6階にて旗艦店をオープンすることになりました、うん、はい、はい、詳しくはちょっと概要欄をご覧いただきたいんですけれども、今後も、はい、頑張っていきます。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、であともう一点ですね、弊社プロデューサーがもともとね、レースであったりということで、業界に育てていただいたっていうような思いがとても強くありまして、様々に業界への貢献であったりという形で恩返しをしていく、ようなところがありまして、今ですね、その一環として56レーシングという若手のレーシングライダーの育成の活動っていうのも続けていまして、ちょうど10年を終えたところになります、はい、そこのですね、集大成じゃないんですけども、一区切りしたこの10年の、まとめたものをちょっと動画とかでご紹介もしているので、はいはい、ぜひ皆さんにご覧になっていただけたら嬉しいなと思います、はい、そちらもリンク概要欄に貼ってありますので、うん、よろしければ見てください。ぜひ。アパレルももちろんなんですけど、グッズとかもすごいおしゃれなものもありましたし、なんか何よりなんかお店の方々が本当に温かくて、はい、すごく楽しかったので、ぜひ皆さんも気になるものあればお店にしていただければと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。手が出た。When you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?